皆さん、お疲れ様です。ゆうぎです。皆さんは Amazon で買い物したりしますか？僕は結構 Amazon や楽天、ネットショッピングでほとんどそういったところで買い物してるんですけど、その Amazon の配送について、今回ちょっと愚痴になっちゃうかもしれないんですけど、ちょっとお話ししたいなって思います。今年の6月ぐらいからですかね、Amazon の配送、タッチする方が、ここ何年かですと、黒猫アマさん。結構それより前ですと、佐川さんとかが配達してくださってて、ほとんど最近もずっと黒猫山さんだったんですけど、早くて丁寧で次の日に届いてすごい良かったんですけど、ここの夏ぐらいからは黒猫山さんがちょっと見なくなり、本当に誰っていう人が届けるような感じだったんですよね。制服とかもなくて、私服でこう玄関に置いてったりとか、今置き合いとかもあるんですけど、置き合いとか希望しなくても玄関そのまま置いてったりとか、もちろんインターホン鳴らす方もいますけど、私服でもう本当に誰って感じでちょっと怖いんですよね。それで突然荷物を渡されて、でハンコもいいですからっていうことですぐに行っちゃうんですけど、そのくらいなら全然、いやむしろ届けてくれてありがとうございますという感じなんで全然いいんですけど、ただちょっと最近日に日に配達時間が遅くなってきまして、今までですと黒猫山さんの時は午前中に基本届いてたんですよ。で最近ですとそもそももう次の日に届かなくなっちゃってて、今まではだいたい次の日とか2日以内とか結構すぐ届いてたんですけど、僕プライム会員なんですけど、プライム会員ですとだいたい次の日とかその日に届いたりとかもあったりしたんですけど、最近ですと2日後とかに届くようになっちゃって、それもちょっと遅くなったなっていうのもありますし、何より届く日だいたい時間指定とか何もしないんですけど、もう夜に届くことが多くなったんですよね。その夜って言っても8時だったらまだいいんですよ。夏だと8時くらいが多かったんですけど、もう最近ですと9時過ぎるのが当たり前、10時とか、この前夜の10時半に届いたんですよね。いやそれはちょっとおいっ子いたり、おばあちゃんこう面倒見てたりするんで、おばあちゃんが起きてしまったりとかすると、おいっ子が起きるのもかわいそうですし、おばあちゃんも起きると眠れなくなっちゃうっていうのもありますんで、だいたい9時半頃においっ子とおばあちゃん寝るので、ちょっと10時半は遅くないかというか、いろいろと怖いなって思うんですよね。本当にこの前来た方は帽子かぶってジャージみたいの着て暗い中からこう渡してきてって感じだったので、怖いなっていうのもありますし、その時間にピンポン、もうちょっと迷惑かなっていうのもあったりもしたんですけど、届けてくれるだけでありがたいんですけど、その日のうちに多分届くって設定になってたので、どうしてもその日にうちに届くようにしたのかなって思ったりもしたんですけど、ちょっと時間を考えてもらいたいなって、大変なのは分かるんですけど、ちょっともう少し明るい時間に届けてもらいたいなって思います。こうネットで調べましたら、 Amazon Flex っていう Amazon が独自で配達を頼む、黒猫Amazon が頼むんじゃなくて Amazon のところで雇ってそこで配達するっていう感じなんですけど、それを調べますと、素人なんですよね。配達とかも一切したことなくて、個人でやれるのが軽バン、ちょっと大きめなワゴン車持ってる方で、個人事業主になってる方だったら誰でもできるっていう感じなんですよ、見たら。で、時間もなんか自分のしたい時にできますよ、みたいな内容だったんで、やりたい方は手軽にできて、ちょこっとお金も稼げたりするんで、働きやすいなっていうのは思ったんですけど、もろに見た感じは素人になっちゃいますよね、そういった黒猫山さんとか。佐川さんとは違ってルールとかもないみたいですし、それはちょっと雑になっちゃうなって思いました。他のコメントとかもあったんで見たりもしますと、雨が降ってる時でもそのまま外に置いてたりとかしたみたいで、その段ボールが濡れて、で商品まで濡れてしまったりとかですごい怒ってる方がいたり、やっぱり僕みたく遅い時間に来て、なんかその方ですと11時50分とかその日には着いたけど、もう本当に常識的にありえないよねっていう時間に来たりとかしたみたいで、僕の他にもやっぱりそういったこう嫌な思いというかしてる方が結構いましたね。なのでできればクルマさんに戻してほしいなっていうのと、やっぱそこを節約したいなら、もうちょっとその配達のルールとかちょっと決めてもらって、こう置き配にしないのに置きっぱにしたりしないでとか、いろんなルールをちょっと決めてもらいたいなっていうふうには思いました。ちょっとあまりにも自由で格好ももう本当に言っちゃ悪いんですけど、不審者みたいな格好で来る方も結構多いんで、それはちょっと怖いなってもありますし、時間も夜だとさらにちょっと怖いなって感じる方も多いみたいなので、そこをちょっとこれから良くなってもらえたらなって思いました。